みんなシーンとしちゃってもう何なのもう受けてもいい岩田くんとか心配しだしちゃった高橋さんも2時間待ちうわあの日の光景一生忘れません本当にね、映画ってやっぱこんな撮影長いんだなって思いました。あ、確かにそれはね、私たち分からないことでしたもんね、はい、普段、うん、だから朝6時7時ぐらいに入って、はい、で、ワンシーン撮って、はい、次あったの夜11時ぐらいで、はいはいはい、空き時間が十何時間ってでその時は最悪なことね、僕給料日前で全財産が、1万円来てたんですよ。うわでももう行くしかないじゃないですか。行くしかない、行くしかないというのは、どこにですか。横浜のパチンコ屋です。横浜までそう空き時間にパチンコ回しに行こうと、行きまして、はい、全部失いまして給料日前で、でもスイカも解約しまして、そうです、ありますけどデポジットみたいな人、ね、そうです、それで打って、それもなくなったんで帰って皆さんと喋らせていただいて、はい、楽しかったです。いや、そのやることなったなかったからもう戻ってみんなと喋ったみたいなことですか。楽しかったです。感じ悪いですよ。ありがとうございます。この間そういえば、何ですか、オーディオコメンタリーを俳優たちと一緒に撮りまして、はい、で岡野さんの説明でつい私が、はい、あ、この方は待ち時間でスイカを解約したんですよって説明したら、ポロッとね、はい、うん、したらもうみんなシーンとしちゃってもう何なのもう受けてもいい。岩田くんとか心配しだしちゃってすぐみんなもう素直でいい人たちなんですよ、あの人たち。だから焦って、うん、大丈夫です、タワマン住んでますからもう訳が分かるんですよ、フォローがまたすごい引いちゃって、そんな個人情報をとか言われちゃっていやだから、いや、あのラジオでバラしてるし、あ、もう、まあ、ごめんなさいってなっちゃった。やっぱりね、もうこの人たちはまたノリがまず全然違う人たちむずいっすよね。あの撮影中やってしまったという裏話があれば、はい、何か教えていただければなと思うんですが。いや、 あなたが一番やってると思いますが、私は大丈夫なんですよ。ヒコさん知ってます？知らない。ヒコロヒーさん知らないよ。私はです、これまたあのニュースにしないでくださいね。私あの撮影にですね、本当1時間半ぐらいちょっと遅れてしまいまして、もうちょっとあったと思います。もうちょっと大奥さん、私、はい、どんぐらい遅れました2時間ぐらいかな私あの前説っていう感じで、はい、お客さん役で来てくださってる方の前で、はい、皆さんヒコロヒーさんってどういう方か知ってますかって、はい、前説でつながせていただいて、汗だくで仕事とかじゃないの？仕事で遅れたんでしょ？全然全然な、何寝てました。びっくりしました。私もシンプル寝坊です。びっくりしましたよ。私だからその普段何かに遅れるって、まあお酒を前の日飲んじゃったりだとかね、はいはいはい、そういうのがあったりするじゃないですか、うん、イメージ。でも私もちろんその映画撮影なんて普段ね行かないですから、ね、バラエティみたいにチャラチャラしたところだったらなんぼでもとは思ってますけどでも映画これはいけないと思ったらやっぱ緊張してしまって前の日全然寝れなかったんですよ、はい、で朝7時8時ぐらいまで寝れなくてっていうのが逆にこうちょっとそこからガッとガッと深い睡眠取れてしまったという、ね、ことだったんです。非常に、うん、あのシーンだって高橋克実さんとかそうですがいらっしゃるシーン、ね、はい、いや高橋さんも2時間待ちいや怖かったですよ、はい、です。でも笑顔で待ってくださってました。マジですか、はい、本当に私はもうね、あの日の光景一生忘れませんこれ本当嘘じゃなく、私あの日以来どの現場も1回も遅刻してないですすごい